それで取れるんだ。そう。人にこう。あ、そう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 。勝手に肉。すごい。ガチ意外といい。めちゃめちゃいい普通に。そう、悪いのかと思ったら。今からなんとピアスを開けに行ってきまーす。びっくり。ちょっと先日ね、拍手ありがとうございます。先日ね、あの母が60歳の記念にピアス開けるっていう話をした時に、私はもうクレイジーすぎるよって言ったんですけど、なんかその話を聞いてたら、私も29歳ながら今更開けたくなっちゃったので、今から開けてきます。バコーン。はい、行ってきまーす。アウトローな雑居ビルに来ました。撮影許可取ってからまた撮ります。でも分かるんです、分かる。あ、そうですよね。楽しみ。何も開いてないですか？何も開いてないです。一番ベーシックな。はい、初めて聞いた。ミニタブって大きく2種類分かれてて、ここがスーッとつながっていくと、ここに切れ目があって、こうミニタブっていう感じのものが分離型と癒着型っていうんですけどね。背もたれのてっぺんが枕になるように、そうか、大きくため息をつくるからね。息をはーっと吐いて。弱怖。もうそんな大変じゃない。力をね、入れないことが大事よ。はい、はい、大きく息を吐く感じですね。え、やば、終わったんだ。いや、そんなもんですよ。誰もやらない。確かに。うわ。思ってた同じやつになってますよ、裏が。はい、反対。うお。大きく息を吐く。うおー、すご。確かにあっという間ですね。うん、もう痛みの反対側ないでしょ。確かに。長く痛みを感じてる。はい。すごい。鏡見ていいですか？で、ケアを説明します、ね。今日から1ヶ月間やっていただくのはお風呂だ。お疲れ様です。ありがとうございました。マジ面白かったです。はい。やば、本当に3分くらいで終わっちゃった。私の初めてはあっという間に終わってしまいました。すげえ、空いてますか？今、お母さんが東京に来てるので報告していきたいと思います。ただいま。荷物が届いてたよ。うん、届いちゃったよ。見てください。じゃあ、はい、同じの同じの同じのではないけど、え、でも結構真ん中の方にしたんやな。うん、なんか自分の痛まない場所があるからって言って、人によって違うみたいな。うん、そう。え？いいよ、かわいい。うん。